はい、どうもハピネスダークのハピネスです。ウォンフレーム天の根2022デジタルパック当選者最大1名様発表の動画になります。よろしくお願いしまーす。ということで始まってしまいました。今回ですね、天の根2022に合わせて、まあ、天の根デジタルパックが配布されたんですけれども、D のね公式からお達しがあり、クリエイター経由で、こちら最大1名の方に抽選で当選するチャンスをお与えくださいということでしたので、今回抽選企画発表の方をやっていきます。最大1名という中なんですけれども、応募人数160名と、多くのご参加本当にいつもありがとうございます。今回もですね、抽選の方法を、説明しつつですね、実際に最大1名の方を選出していきたいと思います。じゃあ早速なんですけれども、今回の抽選、まあ、今回もって言った方がいいね。抽選の方法はこちら、皆さんの、ウォーフレームアカウント、そしてニックネーム、プラットフォームと、応募の際にね入力していただいた内容が全て間違いなくこちらに追加されております。で、160名ということなんですけれども、今回ハピネスのテスト回数が4回、まあ毎回4回テストするんでね、で4回テストして、今回重複件数が2件でした。で、これテスト回数と重複件数足すと6なんですけれども、こちらのね応募フォーム、天の根2022配布フォームですね、こちら全回答が166件と表示されております。なので、ここのテスト回数と重複件数、そして応募人数を足してですね、166名になるという感じで、間違いなく倍率がね、崩れないような形で全員が参加されているということになります。そしてね、重複の方も、例えばですね、こんな感じでハピネスっていう風にあって、でこうやってね、こんな感じで色塗りで出てくるほかですね、まああらゆる方法をとってね、重複がないことを確認していますので、今回も倍率が崩れない中で皆さん、抽選されるという感じです。で、今回もですね、こちら MW ソフトさんというね抽選ツールの方を使わせていただきます。こちら、この抽選1というところを押すと、ポンとボルボルがね、抽選されたという感じで、これランダム性のある中でね選出されていく感じです。はい。で、ここに皆さんの、お名前ではなく、今回も番号を入れていきます。はい、番号で抽選、そしてお名前発表になります。はい、じゃあ160番までね、すべて、あ、こっちの方がいいね、ごめん、別のとこコピーして、で、バーッとやります。で、コピーをします。はい、で、抽選ツールの方に貼り付けします。トンと、そうするとね、一番下が160、トップが1番という感じになります。そしてまたですね、ここの1から160をコピーします。そしてここの一番上のところに貼り付けます。そうするとこんな感じで1から160番がね、きちんと抽選ツールの方にも入ったよという感じです。中にはね、ここからコピーしてきて、ここから貼り付けます、で、ここからコピーして、ここから貼り付けますってやると、それってこっちのやつがこっちに移動してんじゃないのって思う人もいるかもしれないけど、こうやってあえて別のところね、これコピーしたってことなんですけど、コピーしてからこっちのコピーを行っているので、確実にこの違うものが貼り付けられているという認識でいていただけると嬉しいです。はい、その辺も徹底してます。そんな感じでね、じゃあ1から160人バーッと入ったわけなんですけれども、これもうじゃあ早速いきますか。説明不足ないよね。うん、 OK です。じゃあ今回いきましょう。天の根2022デジタルパック最大1名の方、当選者様を選出します。今回ご当選されましたのはこの番号です。誰だ。123123番、どなたでしょう。はい、この方です。KT さん、PC 勢の方です。おめでとうございます。はい、ということで、こちら黄色塗りにさせていただきますと、はい、
皆さんもねぜひ KT さんへコメント欄とかで、NWT ナイスウォーク10ののねコメントをお送りいただけると嬉しい限りです。本当におめでとうございます。はい、こちら後藤選手様に関しましては、6月23日東部標準時間午後2時以降にですね、こちら公式の方から、ゲーム内メール受信ボックスの方へ景品が配布される予定となっておりますのでよろしくお願いいたします。で、東部標準時間なので日本基準の時間だとマイナス13時間あります。なので日本時間だと6月24日の午前3時とかに届くはずなので、まあ、その時間を過ぎてもね届かない場合は概要欄にある、ハピネスダークの俺ですね、メールアドレスへ送っていただければハピネスの方が直接対応いたしますので、遠慮なく、ご連絡ください。はい、そんな感じになります。今後もね75プラチナコードとか、まあ、こうしたね配布企画ありましたらどしどし抽選のイベントの方やっていきますので、まあ、今回ご参加された皆さんもねぜひ引き続き参加していただけると嬉しい限りでございます。そんな感じで、天の声2022デジタルパックの抽選者発表の動画でした。 KT さんおめでとうございます。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。